かつては東京の住宅地の庭や路傍でも普通に見られた草だった今では近くに畑などが少し残っているようなところまで行かないとなかなか見つけられないかもしれないシソ科特有の断面が四角形の細い茎を四方八方に地面を覆うように伸ばし細い柄のある一円硬貨ほどの葉を耐勢につける。 春には葉の付け根に小さいながらも美しい赤みのある紫色の花を咲かせる。花が終わって夏になると茎の長さは1メートルにも及ぶほどに伸びて広がるので、柿同士の名がついたと言われている。この草が食べられると知ったのは、食べる薬草辞典、村上幸太郎の文教を読んでのことだった つい先日登った峰山の麓で群生しているのを見つけたので10センチほどの花付きの茎を一握り摘んで帰り薄い衣のかき揚げにして食べてみたしそかに属するだけあってかすかな好奇が感じられた道書によるとからしバターを塗った食パンに生で散らしたサンドイッチも良いそうだ 薬草としては糖尿病高血圧に効能があるという「キランソはその名にあてる漢字はわからないし意味も不明だが別名「地獄の釜の蓋」というこれは「地獄の釜を覆ってしまうほどはびこるから」と聞いた覚えがあるが定かではない。 濃い緑のロゼット状の葉の間から春になると葉の付け根に紫の花を数段重なった状態に咲かせる全体に縮れた毛があるのでモコモコした感じに見えることがある道端や土手にも生えるが岩がちの草地を好むらしい峰山で柿通しを積んだ日 近くの集落の石積みの斜面に2株ほどの花を見つけたがところを得た美しさなので見て楽しむだけにしておいた食用にはこの葉を茹でて水にさらしマヨネーズやごまであえるまたは花は茎葉とともに姿揚げが良いとは前期食べる薬草辞典に載っていた。 Música